どうもプロデューサーのジ・アブソルティ・パルクマンです。そしてどうもシェルドンです。シェルドンです、よろしくお願いします。どうもどうも、やってまいりました。どこがすごいの振動ですということで、はい、まあ、その前にですね、はい、9月はですね結構盛りだくさんな、月になってたかなと思いまして、そうですね、チーム機能が入ったりとか、そうですね、まあ、あとは新しい、デモンバメが入ったりと、まあ、大型アップデートだったりとか、あとは TGS の生放送とかもありましたので、そうですね、皆さんどうでしょう、楽しんでいただけたでしょうか。まあ、ジムさんはちょっとインフルエンザに欠席という形でした。前日に高熱が出て病院行ったらインフルエンザにかかってまして、ね、本当に問題ございませんでした。はい、ということで、じゃあですね、今日早速10月の、初めというか、10月の、最初のシンドレス追加の、はい、ちょっとご紹介の方をしていこうかなと思っておりますので、どうぞご覧ください。はい、では、シェルドンご紹介の方よろしくお願いします。はい、今回のガチャはですね、モチーフがハロウィッチという名前になっていまして、10月っぽい。そうですね、まあ、10月といえばハロウィンということで、ちょっとハロウィンっぽさを出した、モチーフになってます。いいですね。しかもなんか結構でかいですね今回。そうですね、後ろに浮いてるし、まあちょっとお供みたいのが今回はついてるんで可愛いし。はい、ではですね、早速スキルの方を紹介させていただきたいです。はい、はい、星のスキルであるスキル3をまた説明させていただければなと思います。ハロウィンパーティー、ハロウィンパーティー、結構そのままスキル名で、はい、まあそうですね、ちょっとハロウィンですね、スキルの効果が、味方全体に2ターンの間攻撃アップと防御アップを与えて、うん、でそこからさらにゲージを 20% 上げるというスキルになってます。はいはい、いいサポートスキルって感じですかね。そうですね、攻撃アップと防御アップを与えて、さらに2つゲージが20% 上がるので、うん、攻撃アップがついた後にそのまま攻撃することも可能であれば、その後の、まあ、自分が動いた後に防御アップもまだ残っているので、うん、敵からの攻撃の威力も下げられるという、うんうんうん、まあ、かなり優秀なサポートスキルになっているかなと思います。一番最初に動いて味方を動かすのもよしなんですけれども、うん、先にこちらが動いて最後に、動かしてから防御アップとゲージアップを生かしていく、そういう使い方も可能なので、はあはあはあ、一番最初に動かせる宝珠、まあ、速度をたくさんつけられる宝珠が、うん、を持っている方は、速度を速くして、うん、一番最初に動かして使っていただくのもありかなとも思いますし、はい、まだそこまで速度もまだまだちょっと足りないよというユーザーの方であったり、うん、HP とかに振って、固めなサポーターにしたりとかいう方は、はいはいはい、まあ、そういうね、できる方ありますか。はい、パーティーの一番最後に動かして、うん、バフを生かしつつゲージアップもフルフルで生かしていく、はいはいはい、そういう使い方もできるかなと思います。ありがとうございます。はい、でですね、もう一枚 UR が今回はあるんですけど、はい、ちょっと見た目を見せてください。そうですね、あら、ココアちゃん。ココアちゃん。はい。でですね、このココアも、スキル3がおすすめなので、スキル3、ハロウィンマジックということで、おう、まあ、今回ハロウィッチという、まあ、ハロウィンと魔女を掛け合わせた、うん、モチーフなので、まあ、ちょっと魔法っぽくもあるスキル名を入れました。はい。はい。でですね、スキルの方が、まあ、これはかなりシンプルなスキルなんですけど、味方全体に2ターンの間、免疫を与えて、うん、さらに1ターン無敵を与えます。うん。もう強いね。強い。普通に強いね。はい。これ最初に動かれたりするとめちゃめんどくさいな。そうですね、敵からの強力な攻撃すべて防げますので、サワトとか の強力な全体攻撃を持っているドレスからの攻撃も防げますし、うん、そうですね、他のドレスで以前に出た水着の香り、セーラースクール水着の香りが無敵の効果とかを持ってたりするんですけども、うん、無敵は張っててもダメージを食らわないだけでデバフを受けちゃうんですけども、うん、今回このスキルは免疫も一緒に持ってますので、そうだよね、デバフもダメージも両方受ける、はい、もう完全に鉄壁が作られます。完全鉄壁状態がこのスキル発動後には、はい、まあ敷かれると、はい、はあ、なるほど。なので今回はハロウィッチのココアと、ハロウィッチ香りのスキル3を説明させていただいたんですけども、はい、まあ、今回かなり支援に特化したガチャになってますので、はいはいはい、今このガチャを聞いていただける方は、まあ、かなりサポーターは手厚くなるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、いけるかも、すごいな、全員まとめて相手してあげますわ。
はい、ということで、ハロウィッチ見ていただきました。いかがだったでしょうか。今までのドレスよりも豪華な見た目にはなってるかなと。かなり大きい方だと思うしね、はい、見た目の可愛しもせっかくハロウィンということですので、そうですね、よかったですね、ぜひ皆さんゲットしていただいて、はい、間近見ないでもハロウィンを楽しんでいただけると嬉しいなと思っております。はい、はい、それではまた次回までごきげんよう。さよなら。さよなら。